はい、どうもこんにちは、くたねです。ちょっと今日ごめんなさい、ちょっともう今撮ってる時間がもうギリギリの時間なんで、日付変わって申し訳ありませんでした。いやちょっとね、いろいろね、スマホを変えまして、このポンコツスマホからやっとスマホを変えまして、そのデータ移行とかのアプリの移行やら移行とかね、いろいろ入れたりやら、データ移行やらしていると時間なくなってしまってて、こんな時間になりましたが、残すことこのデルステのみですね。このデルステはまあ今まだ前のスマホで撮ってるんで、なかなかねちょっとねデルステはちょっと怖いんで、一応試してみたんですけど、その元々のスマホ、新しいスマホでアカウント作ってみて、まあ、ちゃんとこうできるかどうか試してみたんですけど、いやなかなかねうまいこと、いやなかなかじゃない、ちゃんとうまく言ったんですけど、ちょっと怖くてね、ビクってて、まだデルステだけ移行できてない感じでございます。というわけで、今日の動画は今日ガチャ更新来ましたね。まあ今日はまあ何か来ましたよっていう感じの動画ですね。今日は川島さんが向上できました。月末だけしか来てなかったんで、今回は向上で来たということでね。この服装的にあれかな、フェス限の楓さんねの時の一緒ですねの感じになっております。はい。で、まあ、イベントですね。イベントがね、どう出ましたね、こっちか。膨らんだスポンジケーキみたい。これか。我が名は神崎蘭子。これね。闇を光る使い。呼ばれへん。育成神の時より。言ってみて。待ちわびた。歓喜の時が来たわ。しもべたちに次ぐ。総欲のアリア。総欲の。東欲のなんうんちゃらかんちゃら聞こえんかった。というわけでね、ランコとニノランコとニノの、イベントが21日が来りますよってわけでね、いやこれは盛り上がるんじゃないですか。もうランコとかだってあれでしょ、2回目のネーションブルーから1回も来てないでしょ確か、報酬としては。なので結構いいんじゃないかな、これ盛り上がるんじゃないかなと。そのランコなんでね、まあ、結構盛り上がるんじゃないかなと思っておりますね。はい。いやー楽しみだね。ここ僕もちょっと真面目にやろうかなと。いや普段も真面目ですけども、普段だけどちょっとね、スタートで多めに使ってやりたいかなと思いますね。はい。そんな感じかな。今からもちょっとね、いろいろやりたいことがあるんで、その新しいスマホに変わったので、ちょっと今からはね、生放送できれば生放送してみたいかなと思いますのでね、よかったら来てください。いやするか分かりませんが、するかもしれないのでよかったら来てください。ってなわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。サブチャンネルもありますのでお願いいたします。ツイッターもあります、お願いします。そして最後に、この動画が良かったらグッドボタンお願いします。ではありがとうございました。さよなら。